ボートレーサー。平和島のエンジンの整備士やってたんで、それでちっちゃい頃から知って、で実際に見に行ってすごいかっこいいなと思って、でそこから目指すようになりました。プライベート、宮野原光輝、趣味買い物競馬、好きな食べ物焼肉、好きな音楽ジャンル問わず、友達とかと遊んでる時とか、まあ、こうやってちょっとめいっ子とかと遊んでる時は結構やっぱこう癒されます。ボートレーサー。実力次第でこう出れるレースとかも変わってくるんで、やっぱ強ければそのまあボートレース界でも注目されますし、だからその辺はすごい実力次第でっていうのはすごい魅力だと思います。やっぱスタートして一周一マークですかね、あの6艇がこう一斉にこうターンするんで、そこはやっぱすごい迫力感じます。レッツボートレース。